女装ママと赤チャンネル。はい。皆さん、新年明けまして、おめでとうございます。はい。おめでとうございます。てことで、えっ、ー、とね、ひかりちゃんは、なんと、なんとなんとなんと、北斗の <laughs> 11ヶ月になりました。ね。あったーお前はもう11ヶ月だ。ということでね。ね、おめでたいわね。で、来月にはなんと、 一切になりますねえよかったわねえ。ねえいもんねねえ1歳になったら何ができるかなねうんーと何ができる歩いたりできるかなね今ね捕まれ立ちができるようになってねえなんかね向こうのねよくねこう捕まれ立ちしてねこっち来てくれよーって感じでね見てるのよね。ねえかわいいのよねそれがね。 もうね、なんかね、私たち、本ママさんとね、私のことをね、目で追っかけて、こうね、ずっと見てんの。ねすごいかわいいわよね。ねじゃあ、そういうわけで、ねあーっとね、そうだね。今年の目標っていうか、私、今日これね、あの、実は、これ、つけまつげつけてないの。ねほらね,ねねねねみ見えるねつけまつげつけてないの。え、何見てあこれね。これ、ハートのやつね。ね これ今ね、頑張ってあこれねこれえー、っとねこの「ラッシュアディクト!」ってドラえもんみたいに言ったけどこれでねこう一生懸命ね,ねあの、まつ毛美容液で成長させて,てなんかちょっとかみそうになっちゃったわね <laughs> まつ毛美容液一生懸命塗っててね結構ね伸びてきたのよねこれねいい感じになっちゃってもう大丈夫かしらと思ってでねあとねまあ今まだこれとりあえず ウィッかぶってるんだけど地毛もねだいぶ伸びてきたからもうすぐウィッグも卒業かなっていうとこでねねまあそんな感じで今年はまあもっともっと私ね、うん、可愛くなっちゃうぞっていうことでねまあね頑張んなきゃいけないわよね <laughs> って聞いてるなんだねひかりちゃんもますます可愛くなっちゃうぞーってことでねはいじゃあとりあえず 11ヶ月の報告でした。じゃあないバイバーイって、またねーそうだはい、一緒にやるか。ねはい。はい、行くよ指立ててはい。高評価チャンネル登録どっちかこっちかなはい。<laughs> よろしくねバイバーイはい。またねはい、じゃあねー